初見の方ありがとうございます。大阪帰ってない、全然今会議室です。今日も可愛すぎ、ありがとうございます。ホットココア買いました。寒いからさ、朝アップルウォッチ買いましたよ。自分で自分の誕生日に、もう12月やし買っちゃおうと思って。涙目、嘘、いくらこうかな。うん、おいしい。あ、12月4日あの 01TV の公開収録と東京での生誕祭、来てくれた方ありがとうございました。もうね、終わって数日経ちましたが、余韻がねありますね。やけどするほど暖かくなかったもう冷めてたね。ありがとうございました。そう、生誕祭ではあの01に入ってから初めての生誕祭だったんですけど、マルピをゲストに迎えて、いろんなことしましたね。あのドレスがめっちゃ可愛すぎて、今日のさ、すみれのさ、あの大阪の生誕祭の告知のストーリーに載せてる、あのこう鏡越しで撮ってるドレスの写真めっちゃ可愛くて、めっちゃタイプです、ありがとうございますピーマルちゃんも可愛かったね、可愛いでしょ、私の大事な友達。そう、大阪の生誕祭行きたいんだけど、チェキ券買ってれば入場できますか。多分やけど、ほんまにあのもし私の言ってること間違ってたらちょっと怖いから、もしあれだったらあの横のすめイベント実行委員会にメールかなんかで聞いてほしいんですけど、多分やけど、あのチケット一覧のとこにさ、チェキ入場券、チェキ会入場券って書いてたから、さすがに入場できると思う、それをゲットすればって感じです。マルスー最高だった。マルスーで行く、マルスーかな、マルピのコンビ名今日私はあの来年のお仕事の打ち合わせなどしておりました。そうだから、みんなあの 01TV のね収録で大阪に行ってるメンバーも、メンバーっていうかみんなたくさん行ってるんですけど、私は東京に残ってます。出たかったけどあのあれなんですよ、その回の 01TV は私がソロのコーナーがあるので楽しみにしててください。そう、スタジオ収録にはいないんですよね。来年のお仕事、全然まだ何も言える段階じゃないんですけど、美容のお仕事はまた別、頑張りますよ。めちゃくちゃ有意義な時間だった今日は。見て、グミ、あ、すみれめっちゃグミ久しぶりに食べるかも。こんな時間に食べるのあれやなとか思ったけど、私夜ご飯を5時ぐらいに食べたんですよ、だから許されます。うん、結局さ、普通のやつが一番美味しいよな。これ今3種類出てるんですよ、果汁グミのブドウ。こんばんは、こんばんは。そんな感じで今週は生誕祭と、あと忘年会ですね、おととい、昨日。そう、今年01忘年会って言って、なんか01ファミリア全体のスタッフだったりタレントさんだったり、まあ、いつもお世話になってる方とみんなでお食事と、次の日になんか遊園地行ったりするんですけど、今年はディズニーに行って、ディズニーアンバサダーホテルで、もうこんななんか結婚式場のテーブルみたいなのがいっぱいあって、
でミッキーとミニーも会いに来てくれて、美味しいコースを食べて、で先輩とか後輩ちゃんとも喋って、そうなんです。で次の日はディズニーシーに、昨日はそう昨日やん、ディズニーシー行ったの。なんか全然そんな感じしやんけど、ディズニーシー行って、まあ、主にマルピと一緒にいましたね。部屋はなんか部屋割りが4人1部屋なんですけど、泊まる部屋が同じ部屋は青山ひかるさんと林夢さんとうさちゃんと私でした。すごいメンツじゃない。そうマルピと回りましたよ、2人で。なんかでも私は気づいたんですよ、なんか昔まで、昔っていうか1年半ぶりぐらいにディズニーシー行ったんですけど、その時はめっちゃ「うわーディズニーシーやイエーイ!」みたいななってたのに、なんか疲れてたんか分からんけど、なんか全然なんか落ち着いてて、いろんな意味で「あディズニーシーや!」みたいな、もうなんかキャピキャピしなかったですね全然。あと雨降ってたんですよちょっと。最初の方なんかそれであんまテンション上がらなくて、でも途中からはなんかジャスミンのカーペット、魔法の絨毯みたいなやつ乗ったりとかして2個ぐらい乗りましたよ。ほぼほぼなんか食べ物食べたり喋ったりしてましたね、ワルピと。ディーナベルちゃん買ってない。ディーナベルのカチューシャ欲しかったんですけど、まあ人気だから売り切れですよね。東京に染まってしまった。いやでもディズニーシーはね3回しか行ったことないんですよ。リモートチキっていうのはその場で一緒に撮ったチキに、いやリモチキは主にそのなんて言うんだろう、会場に来れない方とかソロチキが欲しいっていう方向けで、この生誕祭の前回だったら紫のドレスで撮影したんですけど、紫のドレスの撮影でその会場で撮った私のソロチキにイベント名とサインと宛名がつくって感じのやつです。そうです、ソロです。で普通のチキ会は2ショットと1ショット選べます。でサインはついてないです。千葉出身だからディズニーに来てくれてなんか嬉しい。いや強いですね、ディズニートーク待ってます。なんかな、でもな写真も撮ったんですよ何枚か、けど前髪が崩れてたからなんかあんまちょっとめっちゃいい感じじゃないわ。服装もなんかまあ微妙ですねとか言って多分載せます、多分載せる。カチューシャあれ新作なん、水色の青かな。大阪のリモートチキも紫のドレス、どうなんやろう。東京の生誕祭は紫のドレスだったんですけど、どうなんやろ。でもそれやったらもう一個の衣装の方がいいかな。あちなみに大阪の生誕祭は前回のクリスマス衣装じゃないクリスマス衣装になります。ドレスは着ます。あと歌う曲も2曲とも変わります。楽しみすぎてめっちゃ楽しみですね。リモチキサインやってな、そうサインやってなとイベント名付き。まだこの間のリモチキサインできてないな。みんなディズニー最近いつ行きましたか。最後に行ったのいつ。スメちゃんの聖地巡礼しにディズニー行きたい。ディズニーディズニーかみんな行っとる。ディズニーのカチューシャを揃いしたくてディズニー行く友達、頼んだ青のやつ。あれさ服装さ青にしたらめっちゃ可愛いよな。水色コーデであれやったらめっちゃ可愛い。大阪歌えるらしいです。なんかオーパの9階のギャラリーって前回お渡し会したやんか、スイベで。そこなんですけど、あそこで歌えると思って何回も、ほんまに歌えるんですかって言っても、あ歌えるよみたいな言ってましたね。
そんななんかめっちゃなんていうのライブハウスとかじゃないけど歌えるらしいです。ハート作ってください。10月、1年前、ついこの間。TikTok にマルピスと2人で交互に上げてた投稿の衣装がかわいい。あれあれ、そう、東京で来たやつなんです。あれみんなにな、特典会でかわいいって言ってもらえた。あの TikTok もだって覚えてないもん。タタ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 タ、あ、もうわからん忘れました。会場でもグッズ買え、前回はどうでしたか。私あんま詳しくなくてごめんね。芋好きだけでも買って生誕祭 in 大阪の気分味わいたい。ぜひ。今日スカートですよ、ロングスカート。大阪行けないから芋好きだけ申し込んだ。ありがとう。毎月ディズニー行ってのすごいやん。30年前、ぜひ行ってみてください。今のディズニーも楽しいよ。え、ジャンボリミッキーってもう終わったんですか。オーパってお店、そう、なんかショッピングモールみたいな、こっちでいう109とかパルコとかそんな感じ。商業施設、あ、そうですそうです。服屋さんとかなんか雑貨屋さんが入ってて、上にレストランとかあるんですけど、9階に。え、スイベの時9階じゃなかったっけなんかね、いくつかあるんですよ。スラムダンク見に行ってない。グッズ買いませんでした。嘘。じゃああれですね、もうあの01ファミリアの公式通販サイトで申し込んでいただいて、受注生産やからなんかあの完売するとかないので全然大丈夫です。生誕祭ついでに写真集を買いました。ありがとう。え、写真集ってあなたの横のやつ、それかフォトブック。関東のフォトブックイベントはいつ。これね、めっちゃ聞かれるんですけど、スミレグラフさんのフォトブックを私は大阪のみっぽくて、そうなんです。で、ちなみに言うとフォトブック4がすぐ出ます。3は通販と大阪の私会でゲットできて、4はちょっとイベントはまだ決まってないんですけど、そうなんです。あと再来週の土曜日だっけ、生誕祭の次の週に表紙をさせていただくストライクさんの詳細が発表されてないんですけど、あのストライクさんの公式のツイッターを見たらわかると思います。オンラインイベントあるねんて。リモチキももしくありがとう。フォトブックさんの通販あります。あります。東京でもやってほしかった。そうなんです、もう読んでるの。そうなんです、撮影を沖縄でしてきたんですけど、3と4はもう一緒に撮影して、何着来たんやろってぐらい2日間かけて撮影したので、それが3と4になります。でも4もね、もう完成してるんですけど、もうチェックしてるんですけど、めっちゃ良かったでも私はね、今まで 1,2,3 の中なら3が一番好きですね。ストライクのオンラインイベント早く詳細欲しい。そうやんな、オンラインイベントめっちゃ久しぶりじゃない。全部オフラインが多かったから、だからオンラインで多分こんな感じでできるのかな。ちょっと私もサイン会なのかお話し会なのかちょっとまだ分かんないんですけど、どっちなんやろ。
あ、お友達ありがとうございます。あ、そう、キスミンと沖縄行った時の、あ、今日インスタに沖縄のフォトブックのオフショット載せたのでいいねしてくださいね。あとコメントも。オンライン話し会、そう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 、配信のサイン会なんや。私より詳しい。コメント追いつきました。抽選じゃないんじゃない？ちょっと詳細発表されたら私も発表します発表されたよってやるな。ホットココア飲んでます。あ、そう、17日です。いえ、なのでぜひ普段ね会いに来れない方もオンラインだったら行けますね嬉しい。17日って書いてた気がする。ちょっとみんな誰かストライクさんの公式ツイッター今見てきてください。スミレは飛行機に乗るのが好きですか？別にスキー君はないですね乗り物は、車が一番好きです。予定空いてたら参加するしか。ありがとうございます。こんばんは。時間によりますよね。まあ前髪長キロ。ネイルみたいです。こういうやつです。かわいい。ピンクのグラデーション。あ、これあれですよ、マオジェル。マオジェルっていう爪の、爪っていうか手の血色を綺麗に見せてくれるカラーを出してるメーカーがあるんですけど、それの何倍あったっけな、ちょっと忘れちゃったな。20何倍とかで、一色でグラデーションです。かわいい。大阪はちょっとネイル変えれなそう、したばっかりやから。私は爪は短いですね。そんなに長くない。イベントで読んだすーちゃん手紙よかったよありがとうございます。なんか恥ずかしいの、あの今日マネージャーさんとスイベじゃない生誕祭のスイートメモリーズを歌ったんですけど、その映像を見ました恥ずかしかった。あ、17日って出てない。あ、じゃあ私が知ってるだけ言っちゃったなんかさ、あの私の表紙のやつ出ますみたいなのリプランに、あ、じゃあまだ発表されたでも日にちはね、まあ、言っても大丈夫だと思うんですけど、17日だったと思う。多分ね、私のスケジュールにはそう入ってる気がします。でもそろそろお知らせ来るんじゃないかな。17って土曜日ですか？1日だけやったと思う。まあそんな、まあまあまあでもね、早めにね、他の日にちオンラインないです。っていうか、あの、もうみんな知ってると思うんですけど、実は明日告知、明日あのボムさんのラブスペシャルの、表紙をさせていただくんですけど、
それはまだ言ってないんですけど、みんなもういっぱい情報出てるから知ってる人は知ってると思うんですけど、それの告知ツイートを明日の夜にするので、皆さんあのリツイート、引用リツイート、いいね、リプをよろしくお願いします。今日しようと思ってんけどさ、あのちょっともう打ち合わせ終わった時間が9時過ぎてたので明日にします。のでボムのボムさんの表紙させていただくのもすごい久しぶりなのでよろしくお願いします。告知ツイート明日の夜しますね。もう10時55分了解。なんかあんまり早くに告知しすぎてもなと思って、タイミングを明日にしようねってなったんですよ。単独初めてかな、初めてですね。裏表紙はあります。嬉しい。そんな感じで盛りだくさんな12月ですね。ちょっと1月以降に関しては来年はまだイベントとか今の時点では決まってないんですけど、ハッカー見てる、マルピとクロアチア見てたんですよ、一緒に部屋で見てたんですけど、もう延長戦に入ったところで私は自分の部屋に戻ってお風呂入りながらアベマで見てて、で髪の毛乾かしながら見てました。乾かしてこうやって息止めながら PK 見てましたね惜しかったね。すぐ4出るもんね、出ると思います、ね、変更とかあるかもしれないけど、そう今月はボムさんとストライクさん2号表紙をさせていただくので盛り上げていきましょうそう11月はねなかったのでね、みんなからもらったプレゼント開封しました、ありがとうございます。持ってきていただいてお手紙も読みました。昨日の夜にね全部開けましたよ、ありがとうございます。ぬいぐるみ変えたらアルピと一番仲良そうかな、一緒にいる時間が長かったから話しやすいですね。プレゼント郵送します、ありがとうございます、待ってます。手紙って事務所に送れば、あそうです、お手紙とプレゼントは多分調べたら01ファミリア宛先みたいなので、多分ストーク新宿っていうところになると思うんですけど、そこの01ファミリア横のすみれ宛てで届きます、ありがとうございます。大阪でもプレゼント渡せるってか、イベントは基本的に何のイベントでもプレゼントは渡せるらしいですよ。今日メイク多分カラコンが結構濃いめ、あと松葉かな、もうそろそろしたらもう11時だし、もろっかな、発言会は今のところ出る予定はないです。あれですね、もう来年は楽しみなことたくさんですね。あ、これ果汁グミのぶどう
商品検定の勉強も頑張らない。オンラインサイン会って書いてありがとうです。ロシアのウォッカ試しましたか？何の話。ロシアのウォッカってなんか響きからしてやばそう。来年もたくさんよくの住み年にしたいね。しようね。イベント女の子でも浮かないかな。どうですか、実際にイベントに来てくれてるスーファミ女子の皆さん、浮かないですか？教えてあげてほしい。全然もう男女関係なく私は来てくれたら本当に嬉しいので、もうね、赤ちゃんでも、うん、嬉しいですだってもう会いに来てくれることが嬉しいので、本当にもう嬉しすぎますだって東京と大阪で今回生誕やるってなった時に、そのやっぱりどっちの地域にもね、応援してくださる方がいるから、どっちもやりたいってなって、こうね、無理を言って今回もねやらせてもらってるんですけど、ね、本当に両方来てくださる方もいるし、あの遠くからわざわざ東京大阪に来てくれる方もいるし、地元の方もたくさんいるので、ね、嬉しい。本当にありがとうございます。いつも全然その来づらいとか多分ないと思う。あの私のマネージャーさん曰く、横野すみれファンは本当スーファミはめっちゃ仲良しで優しいって言ってましたよやっぱね、同じ人を応援してるとさ仲良くなると思うんですけど、特にスーファミはみんな仲がいいねって言ってました。男子も来てね。男子も来てくれよな。全然なんかあのフォトブックイベントだけちょっと行ってみようかなとか、でも生誕は多分ね、あの初めてだとねハードル高いかもしれないんですけど、フォトブックとかならねもうなんかさらっと行けるので、全然スーちゃん気になってるなみたいな思ったら来てください。行くか、本当にひよってます。え、全然その人数的には全然男性の方が多いし、一人で来てる方もたくさんいらっしゃいますし、もう本当にみんな優しいので、ぼっちでも大丈夫。私も昔あのアイドル あのライブとか中学生高校生の時とかも一人で行ってましたね、大阪から東京に。え、髪の毛また伸びた、すみれこの間結構切ったと思ってんけど、伸びんの早くない？あーでもまあ イベント始めていきます。よろしく、ありがとうございます。待ってます。なんかイベント来てくれた方とか行くよって方は、その SNS とリアルを一致させたくて、早く覚えたいから、だからなんか特徴服装とかどの辺に座ってるよとか、なんかそんな感じで言ってくれたら嬉しい意味です。ああの方かってなれるから、栄養行き届け。すみれ髪の毛伸びるのめっちゃ早いねんけど、めっちゃ損じゃない切ったのに。すみれ2週間くらい前に切ってんけど、この配信終わったらすーちゃんの専用のツイッターか作るかも。かもって何無理しないでください。あの専用アカウント作ってくれるのめっちゃ嬉しいんですよ、けどその後放置されたら悲しいから、あの無理しないでください。特徴ある人間ってどういうこと？
そう。だって髪の毛早くさ、髪の毛切ってさ、あ、よっしゃ切ったと思ったのに早く伸びたら損した気分にならへん。 SNS がリアルで一致。え、でも全然今配信とかコメントいっぱいしてくれてる人とか、いつも見に来てくれてる方ほとんど。歌いましょう。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。これはここまでにしとこう。あ、これはでももう歌わないんですよ、東京で歌ったから。次は何の曲か予想してきてくださいね、11日。もしかしたらまだ分からんけど、あの東京の生誕祭もいっぱい、あのマネージャーさんが動画とか撮ってくれてたので、またスーファミリーの方で上がるかもですね。夏メロ好きな私は松田聖子さんが大好きです。本当にめちゃくちゃファンなんです。大阪で歌う曲は今ちょっと必死で練習中。でも最近はあの K-POP のアイドルのニュージーンズさんの曲をずっと聴いてますね、移動中とか。その歌覚えようっていう時以外は聴いてますね。あ、あともう一個、大阪の生誕祭、あ、ちょっと生誕の話ばっかりでごめんね。イベントで、会場で流す曲は私セレクトのプレイリストをさっき作ってもらったので、それも楽しみにしててください。ちょっと東京ではね流せなかったんですけど、オーパさんの方は私セレクトの冬によく聴く10曲をまとめたので。でも今年デビューしたねアイドルちゃんは全員すごいね、可愛いですよね、可愛いですよねっていうか、もうクオリティがすごいよね。 DJ スミレチキチキ。じゃあそろそろランキング読んで終わろうかな。エスパウシ、今日さ、今日マネージャーさんに会った時さ、顔むくんでないって言われて、ちょっとむくんでるかもしれん今日。きれい。うん、食べたら黙っちゃう、美味しい。アップルウォッチでね心拍数測れるんですけどね、今の心拍数特別に教えてあげますね。今計測中。横のスメラの心拍数初めて公開します。はい、82。84やが、今の心拍数84ですね。普通ですね。よかった。あ、嘘、100。見て、顔赤くなった。111。心拍数発表するの緊張なの。111。ドキドキしてます今。ちょっとはず、顔赤くなった。これ寝てる時とか50ぐらいですよね。なんかさ、心電図も測れるんですよ。で、心電図測ろうと思ったら、私まだ11日まで21歳なんですけど、22歳未満の方はなんか使用が想定されてませんって。久しぶりになんか年齢で引っかかった。なんかちょっと
嬉しかったです。もう二十歳超えてるのにさ、そう21歳は心電図できないんやって。みんなバラさないでくださいね、スミレの心拍数内緒ですよ、ここだけの話。よろしく。じゃあランキング読んでいきます。13位、マサありがとうございます。12位、ヤマちゃんありがとうございます。11位、ホーミンありがとうございます。10位、ジェリーありがとうございます。9位、アカネちゃんありがとうございます。8位、マイコルありがとうございます。7位、キノッピーありがとうございます。6位、メリありがとうございます。5位、ポコポキありがとうございます。ポコポキ。4位、ゆきちゃんありがとうございます。3位、岩手のヒロキティありがとうございます。2位、大福ありがとうございます。そして1位、場所ありがとうございます。いつもありがとうございます。今度は早く見よう。私ショールームちょっと最近全然できてなかったので頑張ります。あと何回かは年内にしますね。あとスーファミリーの方も配信しますね。スーファミリー言い訳させてください、本当に。あ、やっぱやめときます。やめとき、ブログ書きますね、後で。では明日は、ボムさんの表紙告知ツイートをするので拡散よろしくお願いしますっていうのと、グッズ発売中、予約受付中ですっていうのと、12月11日大阪よろしくお願いします、遊びに来てくださいっていうので、あと心拍数は内緒でよろしくお願いします。配信年内にあります、やります。ではでは。あ、2000人近く、ありがとうございます。ドキ。じゃあみんなおやすみ。明日も頑張ろうね。